アイテム番号 SCP-236JP オブジェクトクラスアノーマラスセーフ特別収容プロトコル SCP-236JP はエンジンを切った状態でサイト8105の第3車両ガレージ内で保管されています。エンジンキーは別途鍵付きのキーボックスに保管してください。実験はレベル4以上の職員の承認、及び監督を受けた上でエンジンキーの貸し出しを言ってください。なお、事件 SCP-236JP-25 担当職員には実験前と実験後の心理検査が行われ、同一の職員が2日以上継続した実験を行うことは許可されません。説明 SCP-236JP は198都市製の一般的な市街地用ロータリー除雪車です。機能は通常の除雪車と変わりませんが、30cm 以上の積雪の除雪のため、SCP-236JP を15秒以上連続して運転した場合、投油機構から排出される雪に生物の組織の断片が混入します。混入物のほとんどは激しく損傷しています。雪自体は血液や体液で汚れますが、元の除雪された雪と変化はありません。SCP-236JP 自体に巻き込まれた生物はほぼその瞬間に消失します。実験により、SCP-236JP は継続して関わった人間に対し、自身に対しての異常な執着心をもたらすことが明らかになっています。実験記録 SCP-236JP 及び、事件記録 SCP-236JP-02 を参照してください。第1実験記録 SCP-236JP 実験は、博士監督のもと、研究助手が当時アノーマラスアイテムに分類されていた SCP-236JP の運転を担当。B クラス職員2名が人工降雪機の運転。整地及び混入物の回収。警備員2名が B クラス職員の監視とその他不測事態への対応を行う形で実施されました。特筆しない限り検査のため混入物は冷凍保存されています。記載されている記録は初回の出力物及び、特殊な実験結果以外は割愛されています。すべての実験結果を参照するにはネットワーク上の SCP-236JP 実験記録混入物一覧を参照してください。実験記録 SCP-236JP-008 2000年11月21人工降雪 30cm獣の毛皮、内臓及び甲殻部。DNA 鑑定でエゾジカと判明。死後硬直は発生していなかった。実験記録 SCP-236JP-012。2000年11月21日。人工降雪 40cm。アジア人男性と見られる右半身及び衣服の断片。動物以外の人間の組織が初めて混入。身元不明者と照会するも成果は見られず。調査継続中。衣服は一般的な量産品だった。実験記録 SCP-236JP-017。2000年11月22日。人工降雪 50cm。十数匹分のイワナ。排出時、一部は損傷なく生存していたがすぐに窒息死した。実験記録 SCP-236JP-019 2000年11月22日人工降雪 60cm メス鹿の頭部、前腕部及び衣服の断片状態から判断して衣服は鹿が着用していたと思われる。実験記録 SCP-236JP-021 2000年11月22日。人工降雪 60cm。マメ科の植物の茎、葉、ツタの一部。筋肉組織的な変異が見られ、激しく振動。生物サイト8102への移送と培養実験を申請。実験記録 SCP-236JP 026 2000年11月23日天然雪 27cm 無色透明なゲル状単細胞生物気づかず近づいた D クラス職員を飲み込みデータ削除済み事件 SCP-236JP 01として記録排出された生物は生物サイト8102へ輸送申請 B クラス職員の補充を要請実験記録 SCP-236JP 029 2000年11月23日人工降雪 40cm 降雪 50cm を踏み固めたカーボン繊維と基沈質で構成された 70cm の全子これが生物でなければ初めてのパターンなのだが法則性が未だに全く判明しない実験記録 SCP-236JP 032 2000年11月24日人工降雪 30cm プラスラット10匹混入なし。ラットは回転場部分のわずかな断片を残し、すべて消失した。実験記録 SCP-236JP 035 2000年11月24日人工降雪 30cm 足す発信機マイクロカメラ各10個発信機はそのまま排出された。7割が損傷。他の物体の混入なし。やはり生贄となる生物が必要な模様。実験記録 SCP-236JP 036 2000年11月25日人工降雪 30cm プラス供物としてラット10匹発信機マイクロカメラ埋め込み済み混入なし。発信機の信号。画像はラットが巻き込まれた時点で全て途絶えた。供物が不足しているようだ。実験記録 SCP-236JP 037 2000年11月25日人工降雪 30cm 及び供物として当初より儀式に携わる敬虔な D クラス1名。発信機。マイクロカメラ埋め込み済み。記載が乱れ判別不能。信号はすべて途絶えた。我々の新人の足りなさが悔やまれる。実験記録 SCP-236JP 038 2000年11月25日 30cm の雪原をシントラの地にて清めた。司祭として私自らがかのもとへ馳せ参じ。判別不能。記載なし。記載なし。故意に事件記録 SCP-236JP 02。実験 SCP-236JP 036から実験 SCP-236JP 038は当初申請されたものではありませんでした。実験に携わった研究助手 B クラス職員警備員全員が博士の SCP-236JP への進行めいた異常行動に対し疑問を感じていなかったことが記録映像研究助手へのインタビューにより判明したためオブジェクトクラスの引き上げが決定しました。